ケさん、メニューは？ですね、よろしくお願いします。お願いします。先月 の11月22日あのモンテリア山形ありがとう万博セレモニーあのご参加していただきましてありがとうございます。まあ、率直にまず感想いかがでしたか。いや、あの非常に素晴らしい、なんていうんですかね、環境というか、それをこう OB として見させていただいたので、まあ、試合内容もそうなんですけど、まあ、やっぱりこうサポーターが一体となってですね、あの僕がやってる時はいくつかに分かれてたので、なんか一つになるってすごいことだなと思って、まあ、ちょっと万博離れるのは寂しいことなんですけど、まあ、だけどすごく楽しませていただきました。まあ、ゲーム自体も非常に面白い内容で結果もついてきていて、でピッチ上の選手と、サポーターのが一体感があるゲームで非常に見ていて面白かったですし、これからもっともっと強くなるっていうことを想像すると、楽しみなチームだなと思って見ていました。僕自身はちょっと照れくさかったですけど、嬉しいのは嬉しいですけど、ちょっと照れくささが先に顔とか表情とか行動に出てしまって、でも内心は嬉しかったです。いや、あの前段の時に、あ、やっぱりこう引退したのがあの若いんで、だからなんかいろいろこういうコールがあったんだなと思って、で僕の場合は確か蒲田行進曲って映画があったんですけど、それに合わせてなんか応援してくださってたのを思い出したんですけど、ただそれはなかったんで、あ、やっぱり古かったんだなと思って思いましたけどね、はい。僕は今年何度か試合を、はい、あのやはり土日は大学生中心になるので、なかなか見に行けなくてっていうところがあったんですけど、久しぶりではないですね、はい、ちょこちょこ見に行ってます、ね、僕も同じで、見れる時間のゲームは見に行こうとしていたんで、あの非常に参考になるし、自分の勉強のためにも見に行ってたんで、あの選手の時はやっぱり集中しているので、あの、まあ、声援だとか、まあ、例えばヤジだとか、そういうことがあまりこう頭の中には耳には入ってこないんですよ。ですけど実際にああやってこう、まあ、一観客としてファンとして試合を見ると、なんかいろんなこうものが目に入ってくるし、いろんなものが聞こえてくるし、でその中でこう僕が一番感じたのはやっぱ応援の一体感というかですね、はい、なんかこう山のようにこう、なんていうかな、山なりのように、うん、なんかジーンとなんかこう来る感じがしましたね。劇場にいるみたいな感じでしたね。選手の時はどこまでファンとの距離を縮めたらいいのか、ここ縮めすぎたら、あまり縮めすぎたらちょっと入ってこられすぎてやりにくかったりとか、逆に距離を置いてしまったら壁ができてしまったりって難しい関係でしたけど、今こうやって引退してあのかなり接近してきてくれていて、ファンの人も全然僕も不快じゃないですし、逆に楽しいですし、この前のスタジアム行った時の島田さんと、ファンの方々のやり取りなんかは非常に面白かったですし、あのやっぱ引退してからああいう形のコミュニケーションを楽しめて、自分自身も見ていて面白かったし、僕にやってもらっても全然構わないですしっていう風に見てました。まあ、ゴールキーパーなんで後ろから見ることが、まあ、試合を見てることが多いじゃないですか。で後ろから見てると、まあ、僕が頭に残ってるのはもうパトリック・エムボマがいた時に、もう後ろからうわこんなとんでもない選手がいるんだと思って楽しみながらこうサッカーをやってたというか、まあ、でもその1年ぐらいですね。それ以外はもうなんていうんですか、前を見る余裕すらないぐらいかなりシュートを打ち込まれてたんで、まあ、その中で島田さんたちとなんか必死になって体をゴール前で張ってた記憶はありますね、はい。逆に年に数回しかできないっていうところで、自分が出た時に負けた時にはファンの人から大学からやり直せみたいな厳しい言葉もらったりとか、まあ、でもそれを聞いて、まあ、自分自身がその発奮材料になったりとかしましたし、まあ、そういうところも含めていい思い出ですね。いや早く行きたいです。見に行きたいです。あの試合もそうですけど、スタジアムもやっぱり見に行きたいですね、はい。そうですね、サッカー専用ということで、今までみたいにトラックがなくて、で選手とサポーターの距離が近い、どうやって応援が響くのか、選手がどれだけ近くダイナミックに見えるのかっていうところを見る
楽しみですね。いやもちろんありますよ。いろいろなスタジアムで、ね、あのやりましたけど、まあ、一番印象的なのはやっぱり国立競技場が一番やっぱこう、そうですね、いろんな試合あって一番こなんか残ってるというか。でも次のスタジアムは本当にこうサッカー専用で、まあ、国立はもう陸上競技場がやっぱりありますんで、ただ今もないですからね。ですからなんか僕にとって第二の国立競技場というか夢の舞台になるのかなと思ってすごい期待してますけどね、はい、やっぱりエスパルスであったりとかあのサッカー専用スタジアムとやっぱり陸上トラックがあるっていうところはやっぱり違うと思うので、それが4万人規模のでサッカー専用となったらどれだけ、のサッカーと応援のサポーターで盛り上がるのかなというふうに、まあ、自分自身もやってみたかったですけど、まあ、見に行く方としても楽しみにしています。そうですね、僕は2005年に引退して、で6年ですね。でその後にすぐ S 級ライセンスを取って、でやっぱりこうゴールキーパー目線というよりはキーパーコーチの立場というよりはフィールドのコーチですね、監督とかあのヘッドコーチとかですね、あのそういったところからのこうサッカーを見る面白さというのが今すごく、まあ、大学生と一緒にやる中でやっぱ楽しみを持ってとか、なんか何事も積極的になれるしですね、はい、その中からまたゴールキーパーの良さとかも見れるので、ただこれをやっぱりここだけで終わらせたくないなっていうのはプロで選手としてやってる時もそうですけど、まあ、次に自分が進むべき道というのはやっぱり今頭の中では考えてますね、はい。監督がいてヘッドコーチの岡中さんがいて A チームになかなか関わる機会っていうのは少ないかもしれないですけど、まあ、ガンバでいう阿部選手であったりとか大学卒業でああやって頑張って活躍している選手とかが生まれたら、いいなと思いながら、もちろんそういう選手だけじゃなくてそれ以外の選手も大事ですし、でもこういうの中から大学の中からああやってガンバの選手として活躍する選手がまたこういう大阪学院とか他の大学から生まれてきたらいいなと思いながらやっています。ただ前田コーチの方はすごくこう動ける分あの関西の学生選抜見たりとかで、最近ではあの関東の方の大学選抜を連れてベトナムに遠征したりとか、結構身軽なポジションなんでですね、かといって、まあ、あの僕があの行かないっていう理由はないと思うんですけど、ただそういうところはやっぱ勉強になっているのかなっていう我々ですね、はい、あの僕はもうとにかく学びたいですね。あの、まあ、監督であろうがそのヘッドコーチであろうが、まあ、コーチであろうが、まあ、ゴールキーパーコーチもあると思うんですけど、まあ、いろんなことを今のうちに学びたいなと思いますね。まだまだ年齢的に47歳なので、もっともっとこうサッカーを深く知りたいというかですね、まあ、そういう中であの新スタジアムに行ってまたいいサッカーを見せてもらって、まあ、勉強ができてですね、まあ、それをでもやっぱりこう後世に伝えていきたいっていうのは持ってるので、どこかでやっぱ切り替えるために今もう勉強中です。はい、将来はどこか J のっていうのは、そうですね、はい、まあ、ここまで育ててあのいただいたあの恩師の方々のにも何ていうんですかね、喜んでもらいたいなと思うのでですね、ここまで育ててくれさったんで、やっぱこれをつなげていきたいですね、はい、で今大学で勉強してます。僕は違ってあのプロになる手前の選手であったりもう少し下の選手を見ていきたいっていうところで、まあ、今であったら学生とのやり取りも面白いですし、その中からさっき話したみたいにプロになっていく選手を見ていきたいっていうところで、どちらかというともう一つ手前のカテゴリーを見ていきたいって、そのために同じで岡田さんと同じでしっかり学びながら勉強しながら
やっていきたいっていうのが自分の考えです。やはりこうプロでやるからには見せてほしいですね。いろんなこうなんていうんですかね、でその観客のとかサポーターとかですね、なんか見てる我々の心を魅了するようななんかこうサッカーをやってほしいなと思いますし、確かに勝つっていうこともすごく勝ってるので、このスタジアムもでいろいろタイトル取ってるので、このスタジアムもやはり手に入れたと思うので、今後ますますまあ勝つことを基準にするとは思うんですけど、まあ魅力あるサッカーでたくさんのこうファンを築けるようなそういったチームになってほしいなと思いますね。週末になると地域の人がそのガンバの試合のためにワクワクドキドキするような、平日は頑張って仕事して学校に行って、でも土日にスタジアムに足を運びたくなるようなドキドキワクワクするようなチームになっていってほしいなと思います。でどん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 サポーターの数も増やしていって、いつも満員になるような強いチームといいサポーターがあってほしいなっていうふうに思いです。いやもうこの前も万博のセレモニーの後に、昔から本当に応援してくださっているサポーターの代表の方と話をしたんですけど、もうとにかく23年連続休んでないと、ガンバの試合に関してはもう全部出てるということで、そのやっぱ最多出場記録をやっぱ塗り替えてほしいのと同時に、ちょっとこうやっぱ顔色見てもなんていうんですかね、まあいつまでも健康でいてほしいなというところはあるので、もう本当にこうそこだけですね、はい、もうサポーターの健康とでより一層のやはりこう力を選手に与えていただけるように、もう僕は祈るとか、まあ、そうやって話をしてコミュニケーションを取って取るぐらいしかできないので、はい、まあ、そういうところでこうなんか力になれたなと思います、ね、使ってください、はい。Thank you.